お元気ですか、ボクシメでございます。今回は BBM2024 大相撲カードの、2日目でございます。前編後編に分けてやっていきたいと思います。1パック6枚入りで1ボックス20パック入りでございますので、前編後編に分けてやっていきたいと思いますが、過去に、やっておりますので、ノーマルカードの説明は割愛とさせていただきます。レアカードや直筆サインカードのみ紹介しますので、あらかじめご了承ください。それでは前編の10パック開封していきたいと思います。では前編の10パック開封していきたいと思います。まずは1袋目でございます。平戸海関のカードでございます。で、継承カードですね、これね、霧島関でございます。で、継承カードですね、対馬灘関でございます。2パック目でございます。で、継承カードのこれ佐田の海関でございます。で、郷の山関のカードでございます。はい、3パック目でございます。で、これ金宝山の金宝山関のカードでございます。で、東白龍関のカードでございます。4袋目でございます。で、武尊富士関のこれ初優勝した時のカードでございます。豊昇龍関のカードでございます。で、直筆サインカードが出ましたね。呼び出しですね、呼び出しのカードですね。これは克行さんでございます、ね。これが60シリでございます。呼び出しのカードはね、私初めてでございます。で、縦行司は、木村庄之助さんでございます。はい、5パック目でございます。で、三役行司の木村陽道さんでございます。で、大関昇進した時の、琴ノ若関のカードでございます。現在はね、琴桜関でございます。これは大昇馬関のカードでございます。継承カード琴ノ若関でございます。現在はね、さっき言った通り、琴桜関でございます。6袋目でございます。
で三役行司の木村翔太郎さんでございます。で白鵬山関のカードでございます。はい、7袋目でございます。でこれは呼び出しの、二郎さんでございます。で、新大関の、琴ノ若関、今の琴桜関でございます。で継承カードの琴ノ若関でございます。現在の琴桜関でございます。で東白龍関のカードでございます。8袋目でございます。9パック目でございます。で島の海関の、ね、カードでございます。ちょっとねカメラがねちょっとねずれてしまいました。失礼いたしました。白熊関のカードでございます。で千代翔馬関のカードでございます。ちょっとねあちょっと、移動します。最後の、10パック目でございます。で阿炎関のカードでございます。はい、継承カードの対馬田関でございます。はい、以上で BBM2024 大相撲カード、2日目の、開封動画、前編を終わりたいと思います。2日目でね、なんと、これもある意味ね珍しいと思いますがね、おっとごめんなさい逆でした。はい、こちらのね、呼び出しの勝之さんの直筆サインカードが出ました。後編のね10パックもやっていきたいと思いますのでよかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。